どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらこう僕がねよく秋冬、まあ特に秋頃かな、まあ冬なんかだとちょっとね寒かったりとかするので、まあ秋くらいのね程よく涼しかったりとかするときによくね着用するこちらのねベトジャンとスカジャンなんですけど、まあ総称してねスーベニアジャケットってものがあるんですけども、まあ近年ねそこまで流行ってないかとは思うんですけども、僕はこういうねちょっとこう男臭い刺繍だったりとか、こう柄がすごい主張が強いものなんかをねこうたまに着たくなるんですけども、で特に秋口なんかはねよく着用するので、こう普段シンプルな装いが多い方だったりとかね、たまにこういうの着ると面白いかなっていうふうに思うので、こちらをね改めてご紹介していきたいというふうに思います。まあ、コーディネートなんかを交えてねご紹介したいと思うんですけども、こうあまりねこうベトジャンだったりスカジャン、スベニアジャケットの方をね普段からあまり着用されない方も多いと思いますので、そちらをねまずご紹介してからコーディネートなんかもご紹介したいというふうに思います。まあ、秋口なんか特に使いやすいと思いますので、気になる方はねよかったら見ていっていただければというふうに思います。はい、っていう感じでね、まずはこのスカジャンからいこうかな。こっちのものなんですけど、僕がね持っているのはゴールドっていうブランドのね、まあベトジャンもそうなんですけど、両方とも東洋エンタープライズ系のブランドになっているんですけども、まあ、そのね会社さんが結構こういうふうな男臭いものだったりとか、あとはミリタリー系とかねすごいかっこいいアイテム作ってるんですけども、僕は大好きなブランドなんですが、まあ、このゴールド、他だとねテーラー東洋とか、このベトジャンがテーラー東洋なんですけども、まあ、そこから出てるねものだったりとか、あとは古着でね購入される方が多いかと思います。でこのスカジャンってところなんですけども、掘り下げてみるとね結構面白いこともありますので、まずはねこちらからご紹介します。スカジャンとはってところなんですけども、光沢のある生地で作られ、背中に大型で派手な刺繍が施されているジャケットになっております。まあ簡単にご紹介しちゃったんだけどね、これなんかはねリバーシブルのデザインになっていまして、結構ねリバーシブルのデザインのねスカジャン多いと思うんですが、こんな感じ、裏はねこんな感じのねテカテカした素材で、背中部分に虎の刺繍が入ってたりとか、こっちはねメルトの素材になってるんですけども、こんな感じ、日本柄っていうのかな、そんな感じになってます。で名前の由来なんですけども、横須賀ジャンパーの略と、あとは、ね、よくスカイドラゴンの刺繍が施されていたことから、スカイドラゴンジャンパーの略の2つの、ね、説があるそうです。僕はねよくわかんないですけど、個人的にはね横須賀ジャンパーなのかなっていうふうにずっと思ってました。でこのね始まりに関しましては、第二次世界大戦後にこう日本に占領する連合国軍として横須賀周辺に駐留したアメリカ軍兵士たちが刺繍を入った服を土産品としたのが始まりと言われていまして、日本発祥の洋服と言われていることもあります。こう日本各地の、ね、基地に納入されてたことを皮切りに、海外の米軍基地まで正規納入されるようになり、さらにはね日本の横須賀基地周辺でも一般向けで販売されるようになり、1970年代にはスカジャンの愛称でファッション化するっていうところがありました。なんでね、こうなんだろう、一昔前になっちゃうのかな、僕の親父の世代だったりとかだとすごく流行ってたのかなっていうふうに思います。で今の時代でも上野とか行くとやっぱすごくたくさん売ってると思うんですけども、やっぱりこういうふうな虎柄とかドラゴンとか、やっぱどっかいかつい感じのね刺繍なんか入ってるものを見かけることあると思います。はい、で次にこっちのベトジャンなんですけども、これもスーベニアジャケットと言われてまして、僕が今回これ持ってきたのはさっきも言ったんですけど、テーラー東洋のもので、テーラー東洋なんかも毎年ねこうベトジャン出していて、ちょっと刺繍が変わってたりとか、これに関してはねエイジングモデルみたいな感じで生地が少しやれてたりとか、まあ、ウォッシュされてるのかな、まあ、そんなモデルになっております。でベトジャンはってところなんですけども、これに関してはベトナムジャケットの略で、1960年代から70年代のベトナム戦争時に誕生したライトアウターになってます。こう戦争が終わって祖国に無事帰還する際の記念品だったりとかお土産だったりとかで、使用した寝袋やパラシュートなどの生地にベトナム由来の刺繍を施してジャケットに仕立て直して作ってもらったのがきっかけと言われております。なので古着のアイテムとかでね、ベトジャンめちゃくちゃ高いと思うんですけど、まあマイサイズなんてほぼほぼ出会うことはないんじゃないかっていうところなんですが、やっぱりね簡素な作りになってたりとか、パラシュート生地で作ってあったりとか、まあ、そこもね歴史を感じる面白い部分ではあると思うんですけども、こう一般的に流通しているものに関してはベトナムの地図だったりとか、ハノイなどの地名、ベトナムにまつわるモチーフだったりとか、戦争に関連したメッセージが虎の絵だったりとか、こういう風な服っていう漢字だったりとか、そういった文字が刺繍されているのがほとんどかなっていう風に思います。でスカジャンとベトジャンの違いなんですけども、両方ともねスベニアジャケットのくくりにはなるんですけども、大きく違う点もございます。こう一番わかりやすいところだと刺繍ですね。どちらも刺繍が特徴的なんですけども、スカジャンは基本的に日本をモチーフになっているんですけども、ベトジャンに関してはね名前の通りベトナムをモチーフにしております。ただベトジャンに関してもね、今発売
売している新品のアイテムなんかだとね、ちょっとここのモチーフが全然関係ないものだったりとか、そういったものも見られるんですけど、まあ、一般的にはそう言われてます。あとはね、こうスカジャンは熟練した職人さんが手掛けるはっきりとした刺繍が施されているんですけども、ベトジャンに関してはね、スカジャンにないようなこう癖のある刺繍、こうなんかどっか素人が縫ったんじゃないかなみたいな、これはすごく綺麗なんですけどね、こう古着とかで見かけるようなベトジャンだと、そういったものがねよく見られると思います。もうほんと子供サイズじゃんみたいなものもね、ほんと10万みたいなのもあるんですけども、もしヴィンテージショップとかで見かけることあったら、ぜひ見てみてください。あともう一点ね、分かりやすい違いに関しては素材になるかなっていうふうに思います。スカジャンはね、サテンやベッチンっていう生地が使われることが主流になってるんですけど、ベトジャンはね、元が寝袋やパラシュートから作られていることで、ナイロン素材のものが多い印象です。ただこれはね、なんか古着ライクに作ってあるものなので、少しやれたね生地で、コットンかな、これは、そういったもので作られているものもありますね。で、僕が持ってるゴールドとかこのテーラトヨに関しては新品で購入しているものなので、古着独特だったりとかオリジナル独特の部分はないんですけども、まあ、こういうデザインを落とし込んだねブランドさんのアイテムなんかもあると思いますので、この秋冬で、ね、なんかちょっと一癖あるアイテム欲しいなって人はね、とてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいっていう感じでね、ちょっとこの刺繍きついなとか思う人もいると思うんですけども、そういったものをコーディネートした時に全身のバランスだったりとか、コーディネートどうなのかなっていう人もいると思いますので、ちょっと3つくらいコーディネートしてみたいと思いますので、よかったら秋冬の参考になれば幸いです。ではどうぞ。はい、っていう感じでコーディネート3つやってみたんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、どれもこれもね、そんなインナーも変えてないしっていう感じで、そこまで系統変わってないかと思うんですけども、個人的なおすすめ、まあなんかね、すごいおしゃれな人だったら全然ね、いろんな着方できると思うんですけど、僕なんかだとやっぱ柄の主張がすごく強いなっていう風に思うので、中に結構ね全部使っちゃったんですけど、無地 T 合わせてます。なんでかって言ったら、中にね結構アクセントの強いプリント T シャツだったりとか、そういったものを使っちゃうと、やっぱりね柄がぶつかっちゃったりとか、すごく若くなっちゃったりとかすると思うので、なんでこうあってもね、こうフロントにワンプリントとか、あと胸元にねロゴだけ入ってるようなね T シャツだったりとか、インナーを使う方が個人的にはいいかなっていうふうに思います。まあヘンリーネックとかね、このボタンでアクセントにするとか、そういった感じでね使いやすいアイテムもあるので、まあなんかそこら辺に合わせると結構無難かなっていうふうに思います。あとはパンツなんですけども、1個目のコーディネートだとスカジャンのねウールの方をね表にして着用してたんですけども、少し大人っぽくコーディネートしたかったけど、少しワイルドさも出したいってところで、黒のねワークパンツを合わせました。でそこまで太みじゃないものを合わせたんですけども、あれくらいのサイズ感で合わせてあげると、スベニアジャケットとかだと、まあ国産のねブランドとかだとオーバーサイジングであえて作ってるところもあるとは思うんですけども、スタンダードなシルエットになってるものが多いので、そこまで太みじゃないものを合わせたりとか、あと今回ね使わなかったんですけど、スラックスとか合わせてあえて革靴とかスニーカーで外すみたいな感じだと大人っぽく決まるんで、今回はねワークパンツで少し男臭さも入れつつ、ただね全体的にモノトーンで揃えてあげて、落ち着きを加えたっていう感じにしてみました。まあ、あれくらいだとすごく使いやすいと思いますし、汎用性も高いと思うので、あれをもっと大人っぽくしたかったらスラックスに変えるとか、で2個目のコーディネートで使ってるのはチノパン合わせてあげると、もっとねこうワイルドな感じになると思いますので、まあ、そういったところでねパンツでバランスを変えるってところが個人的におすすめです。で2個目のコーディネートに関してはスカジャンをねひっくり返してサテン地の方でねコーディネートしたんですけど、あれがグリーンとねシルバーのこうなんていうの、すごい柄の主張も強いし生地の主張も強い、そんなね面になっていますので、パンツはねチノパンで合わせて、あれが US アーミーのちょっと太めのパンツなんですけども、思いっきり雨風だったりとかに振ってやろうと思って、あんな感じにしました。であえてねスニーカーなんか合わせてヘアバンドとストリート感なんかも出しつつ、この太めのパンツに合わせたコーディネートっていう感じなんですけど、もっとね雨風に振りたかったら、このチノパンのサイズを少しダウンしてあげて、ブーツで合わせてっていう感じで合わせてあげてもかっこいいと思います。で最後はねこのベトジャンなんですけども、これに関してねデニムのねこういう風なモンキーパンツっていうかベイカーパンツみたいなの合わせたんですが、これってこうミリタリーパンツからのデザインをね引っ張ってきてるようなものだと思いますので、まあ、これがそのままミリタリーパンツになってれば、全体的にねベトジャンも一応ミリタリーのアイテムだったりとかするので、バランスが取りや
やすいってところあるんですけど、あえてデニムにしてね、ブーツでねこう雨風臭さも入れつつハットでね色合わせしてっていう感じで、このコーディネート僕的にはすごく好きなので、まあなんかねシンプルだし、あとはねパンツの太さもね割と緩かったりとかするんですけど、ベトジャンのねこのシルエットとね A ラインチックになってくれるところもあって、動きやすいしかっこいいし、個人的にはねこれくらいラフなねカジュアルさのバランスが好きです。ただカジュアルすぎるなとか髪型とかヒゲだったりとかでねバランス取りづらいなって時にはハットじゃなくてキャスケットにしたりとかベレー帽にしたりとか、まあ、キャップとかだと結構赤くなっちゃうんですけど、メガネをそこに添えてみるとか、まあ、小物でバランス調整してあげることでね、結構こういう風なアクの強いジャケットだったりとかアウターライトアウター系なんかも使いやすいと思うので、よかったらね試してみてください。はい、っていう感じで今回はねスベニアジャケット特集みたいな感じで、秋冬僕が結構好きなジャケットでねプライベートでもガンガン着てるんですけども、特にね最近流行りのオーバーサイジングでもないアイテムなんですけども、まあ、そういったものをね使いつつ、特にね最近すごい流行ってるかって言ったらそうでもないと思うんですけども、個人的な好きなアイテムなのでご紹介しちゃいました。はい、っていう感じで今後も趣味動画だったりとか、こうアクの強いアイテムどう使うのかなみたいなところがあったらね動画にしてみようかなっていうふうに思いますので、よかったらねご覧いただければというふうに思います。はい、っていう感じで今回の動画は良かった、参考になったと終わりました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。なんかねベトジャンだったりスカジャンとかもかっこいいアイテム今年もいっぱい出てて、最後の小話じゃないけどゴールドさんに関してはね、今年なんかさっきさこのご紹介したやつとかってこう色が結構刺繍で入ってると思うんですよ。なんですけどモノトーンでね刺繍が入ってるアイテムだったりとか、あとはなんだっけな、ビーブスかなんかだと体温さんのねコラボのアイテムなのかな、こうインナーダウンだけどベトジャン刺繍が入ってるようなそんなアイテムなんかもあったりとかするので、まあ、なんかツイッターとかでねそういったものはつぶやこうかなっていうふうに思ってるんで、よかったら見てみてください。はい、っていう感じでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。